はい、作太郎です。ご機嫌いかがですか。今日は山の奥の奥を流れる秘密の渓流にやってきました。ここはもう熊の領域になってますのでね、熊鈴を鳴らしてやってまいりました。今日作る外飯はこれです。以前もやりました石焼きステーキですけれども、今回はスペアリブの大きな大きな塊を買ってきましたので、ここでこれから平たい石を探してこの河原でスペアリブステーキやっていきたいと思います。冷たくて気持ちいいですね。ありますね。これがいいかな。はい、この辺りが平らですからね、これでよしとしますね。一発で見つかりましたね。はい、それでは焚き火をしてセッティングをしていきたいと思います。はい、では今流木を拾ってきましたね。これで着火します。はい、焚き火がいい感じになる前にスペアリブに塩コショウしておきます。これですよ、このでかいビッグスペアリブです。塩コショウ完了です。はい、こんな感じで石のセットと微調整完了しました。はい、石が焼けるまでね、ちょっと暑いのでね、渓流で 水遊びでもしていただきますね。顔でも洗って、ああ気持ちいい、気持ちいいですね。親父の水遊びなどね、見たくないですね。はい、失礼しました。はい、では石が焼けて少し熱くなってきましたので、 とりあえず油をなじませますね。お、油に反応した。はい、石が十分熱くなりましたのでスペアリブ焼きます。あちゃー、よし、いい絵ですね。スペアリブはね、じっくり火を入れて、完全に火を入れなければいけないので、ね、このままじっくりと焼きます。はい、だいたい15分くらいじっくり焼きましたね。表面に肉汁が出てきましたので、ひっくり返します。はい。あ、いい感じですね。いい感じの焦げ加減になっております。さらに火が入るまで15分くらいでしょうかね。これでじっくり待ちます。はい、裏返しだいたい25分くらいですね、経ちました。全部で40分焼きましたね。火が入ってるか見てみます。これ刺してみて赤い汁が出てるとね、ダメなんですけど、赤い汁が出てこなければ焼き上がりのサインですね。はい、大丈夫な感じです。では最後の仕上げにブランデーで派手にフランベします。おー、いい感じ。これブランデーの香りがね、つきましたね。はい、じゃあいただきますね。真ん中から大胆に行きましょうか。うわっと、OK です。はい、火ちゃんと入ってますね。はい。はい、そう。はい、じゃあこいつをいただきまーす。これはうまい。かなり分厚い肉でね、じっくりじっくり焼いたのでね、ちゃんと火が入ってますしね、遠赤外線的効果もあるんでしょうね。ふっくら焼き上がっております。すごく美味しいです。バックの風景もね、美味しさと食欲を加速させてますね。はい、これですよ。うまい。ああ、これは幸せですね。骨になっちゃいましたね。もう全部取れちゃいました。綺麗に。美味しいです。
はい、これですよ、これ。はい、手掴んでね、スペアリブは。最高幸せ。はい、ビッグスペアリブ 800g ぐらいあるんですけどね、骨がついてるので楽勝に食べれてしまいます。はい、まだまだこのスペアリブをね、まだありますので、じっくりこれからこの山奥を流れる渓流沿いで楽しんでいきたいと思います。このチャンネルですね、信州標高 800m の山の中に住む私作太郎がですね、このような感じで信州の四季折々の風景とともに外飯をお届けしているチャンネルになっておりますので、もしよろしかったらチャンネル登録などね、していただければとても幸せです。また今日の動画良かったよと思いましたら、グッドボタンもね、押したりしていただければ、次回からの動画制作のね、テンションも上げ上げになりますので、よろしかったらお願いいたします。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。失礼します。